始まりました。使いたくなる今時英会話。今回のフレーズはこちら。ババン、ありえないです。うん、予想外のことが起こった時に思わず叫んじゃいますよね。はい、ほんまに？うん、叫びます？ありえないって言っちゃいますよね。そんな叫んじゃうもんなんですかね。はい、はい、まあ実際使うとこんな感じですかね。あかねちゃん好きな人いる？うん。誰だと思う？僕？うん。Tadashi君。ありえない。出ましたね。ありえない。はい、そうですね。やっぱりこれ叫んじゃいますね。でしょ？はい。なんかやっぱありえないこと言われたらびっくりするからね。そうですね。はい。じゃあこれを英語で言ってみるとこんな感じでしょうか。Akane, who do you have a crush on? Can you guess? Me? No, Tadashi. No way! ありえないは No way なんですね。はい、強いね、否定の時によく使いますよ。はい、まあ、Akaneちゃん本当ははやっぺのファンなんですけどね。No way! はい、こんな風に使います。はい、ということでね、もうリピートいらないかもしれないですけど、もう一度ご覧ください。Akane, who do you have a crush on? Can you guess? Me? No, Tadashi. No way! いかがでしたか？ No way! いつもと違ったリアクションを取るときとかにぜひ使ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。